一言主は、日本の神である。古事記の下妻記に登場するのが書室である。四百六十年、有力天皇が、葛城山へ主りを死に行った時、紅れない紐のついた青ずりの衣を着た、天皇一行と全く同じ格好の一行が、向かいの尾根を歩いているのを見つけた。有力天皇が名を問うと、我は、悪事も一言、善事も一言、言い立つ神。 桂木野の一言主の大御神なりと答えた。天皇は恐れ入り、弓や矢のほか、管理たちの着ている衣服を脱がさせて一言主神に差し上げた。一言主神はそれを受け取り、天皇の一行を見送った、とある。少し後の七百二十年に書かれた、日本書記では、有略天皇が一時主神に出会うところまでは同じだが、その後ともに狩りをして楽しんだと書かれていて、 天皇と対等の立場になっている。時代が下がって797年に書かれた俗日本記の巻25では、高鴨神が天皇と獲物を争ったため、天皇の怒りに触れて、土佐国に流されたと書かれている。これは、一言主を祀っていた鴨の氏の地位がこの間に低下したためではないかと言われている。さらに、822年の日本霊域では、 一語主は縁の行者に刺激される、神にまで地位が低下しており、縁の行者が伊豆国に流されたのは、不満を持った一言主が、朝廷に残言したためである、と書かれている。縁の行者は一言主を呪法で縛り、日本芸域執筆の時点でも、まだそれが解けないとある。また、脳の演目、カツ野では、女神とされている。カツ野三陸の奈良県御世市にある、 カツの一言初心者が、全国の一言初心者の総本社となっている。地元では、一言さんと呼ばれており、一言の願いであれば、何でも聞き届ける神とされ、無言参りの神として信仰されている。このほか、俗に本気で流されたと書かれている、土佐国には、一言主を祀る土佐神社があり、土佐国一宮になっている。ただし、祀られているのは、 味好きだか彦こ神であるとする説もあり、現在は両神ともが主催神とされている。名前のルイージーから大国主名のこのことしろ主身と同一視されることもある。ありがとうございます。